さあ、というわけで今回はグローバルグローバルワークのプレスルームにやってきました。来ました。さあ、グローバルワークでですね、うん、僕らちょっとね、気になる商品を、まあ、2個3個ぐらい、うんうん、もうこれ買っといた方がいいよっていうマストバイをですね、お届けしようと思って、はい、ショールームにお邪魔させていただいております。なんかいつもと違くないですか？なんかいつもと違うなと思ってそうなんですよ、ね、今日はね、ちょっとねピシッと、まあ、ショールームにお邪魔するということで、はい、ピシッとしてるんですけど、まあ、このなんでこんな格好してるのかっていうのネタバレでちょっと後からまた、うん、後からカミカミだけど後からまたお教えするんですけれども、はい、そう、今回は山本あきこさんとのコラボレーションということでですね、前編後編とお届けしております。前編 MV チャンネルのアイテム、後編のなぜおしゃれではコーディネートという贅沢企画。後編見たい方はですね、概要欄の方にありますので、ぜひそちらも飛んでみてください。それでは行ってみましょう。はい、というわけで、最初は僕からいいですか？はい、お願いします。メンズのおすすめアイテム、うん、ぜひね、なぜおしゃチャンネルの視聴者の皆さんもですね、旦那さんだったりとか彼氏さんにぜひ、うん、参考にしていただきたいというところなんですけども、このモーションテックのスーツですね。スーツなんだ。そう、サロンドグローバルワークっていう、はい、この春夏から始まったグローバルワークの新しいラインがあるんですけど、マジでいいっすよ。サロンドグローバルワーク、サロンドグローバルワーク、もう一回言いましょうか、うん、サロンドグローバルワークえ、何が違うんですか？これは、ね、うん、グローバルワークとリングジャケットっていう、うん、まあ、老舗のですね、国内のスーツ屋さんがあるんですけど、うん、まあ、ジャケットとかも作ってるんですけど、うん、リングジャケットってもう本当にクラシックとかスーツ好きだったら、リングジャケットがグローバルワークとコラボしてんのっていうぐらいびっくりするやつなんですけど、メガネ取っちゃうぐらいなんですよ、メガネ曇っちゃうぐらいなんですけど、そう、そのリングジャケットとコラボしてパターンをいちいち引き直してしっかり作ってる、もうビジネススーツ、まあ、ビジネス用でもあるんだけど、これモーションテックっていう普段スキニーとかで使ってる素材、グローバルワークオリジナルの素材だと思いますけども、伸縮性だったりとか洗えたりだとか、そういう機能性も盛り込んで、なおかつめちゃめちゃ形綺麗という。綺麗、すごい綺麗ですよ、これ超いいっす。僕ね、グローバルワークのプレスルームに今いるから、うん、グローバルワークのスーツを今褒めてるわけではなくて、これマジで良くて、うん、まあ、グローバルワークさんのちょっとね、あの奥にスタッフいるけど、ちょっと気にしないで見えなかったようにして、あんま意識しないで喋ると舐めてたんですよ僕は。グローバルワークがスーツってちゃんちゃらおかしいわとかって思ってたんですけど、3素材だから3アイテムやってるんですよ今回。あ、そうなんですね。サロンドグローバルワーク気合い入れて、でリングジャケットとやってるって言われて、うん、いいんだろうけど、でもな、どうかなと思って、とりあえず試しに買ってみようと思ってこのモーションテック買ったんですけど、うん、やばいよくて。着心地とかめっちゃいいんですか？着心地もいいんですけど、うん、あの細かい作りがマジでやばいです。あの僕一番びっくりしてるのはまずジャケットなんですけど、うん、ジャケットってイージージャケットって、うん、安いやつってこのね、このラッ、あ、いやいやいや、大丈夫ですよこのラペルの部分、はいはい、この部分がピタッてなるんですよ。そうなんですね。そう、あの某 U のね、某ユニクロのね感動ジャケットとかもそうなんですよ、はいはいはい、まあ、別にあれはあれですごくいいものなんだけど、うん、あのカットソー系の素材を使ってるジャケット、いわゆるイージージャケットって襟のこのラペルの厚さが足りないからピシッとすごい平面的になっちゃうんですよ。でも高級スーツってこういうところの厚みがあってですね、うん、芯材とかもいいの使ってて厚みがあって、こうこのね、こうやった時にほら、ここに影ができるでしょ。この ね、そう、ラペルのここに影ができたりとか、うん、あとこういうこのシャツとかもグローバルワークさんなんだけど、うん、この膨らみね、そう、安いのだとこうピタッてなってんのよ。そっか。そう、でもこのホールの膨らみがあると影ができて、陰影ができて立体感ができて高級感が出るんですよ。大事。カットソー素材のイージースーツでこの陰影が出せてるスーツって僕が知ってる限りは存在しない。なるほど。これ本当にすごいと思う。あ、でも確かにこの影の部分とか、うん、結構見てますね。ハゲ、ハゲ、ハゲって言った。出た。このシャツの人が AGA 治療してるからってまたね、いつものね、いつもないんだけど、このそう、シャツの部分って結構見てるんですよ。ですよね。見てる。そうで、このね、立体的にこの襟がね、なってるところとかだと、うん、やっぱね、胸板がね、そう、厚く見える。そうなんですよ、まさに素晴らしい、その通り、うん、ジャケットってやっぱりね、ピタッとこうなんかね、あんまりこうここのボリューム感がね、ブルゾンとかだとこう、うん、襟がこの辺まであるから、うん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 、気になんないんだけど、うん、僕胸筋とかもそんなにないから。いや、そうですか。ある、うん、ある。いいっす。鍛えてますね。今鍛えてるんだけど、もともと華奢なんでそんなにジャケットに合わないんですけど、はい、こういう立体感があるとね、華奢な人でも重厚なこう海外の人みたいなこうグッと張ってる胸がね、出せるんですよ。なるほど。これはね、本
当に騙されたと思って買ってみてほしい。着てみたい、もう着てみたいでしょ。これはねメンズだったら絶対、しかもこれ値段超安いから、これで1万円くらいですよね。9900円だよ。1万円来ちゃった。だんだんショップチャンネルみたいになってるけど、いやでもね本当にこれすごい。パンツもすごいんだけど、はい、まあ、あんまり僕話しすぎると長くなっちゃうから、うん、とりあえずこれでこのぐらいにしとくけど、マジでね迷ってる人一回騙されたと思って試着してみて、いいですね、本当にすごいから。これえこれまずは黒がいいですかやっぱ。いやそれがね正直僕も一番初め舐めてかかったから、とりあえずこれだけ買っとこうと思ったら、うん、他のもう型が完売してるんですよ。リネンの素材とかサイズが欠けてたりしてて、ね、いやあの時全型買っときゃよかったと思ったんですけど、うん、まあでも追加とか多分あるんじゃないかなと思うから、うん、まあちょっと見守ってもらう。これはねまだもうちょっとだけ確かサイズあったと思うから、うん、気になる人はぜひチェックしてみてください。いいですね。はい、まあメンズそんな感じ。おすごい。じゃあレディースの方、はい、おすすめアイテムの方紹介していただきますか。ですね、うん、私のね1個目は、はい、美しいルエットテーパードパンツでーす。てってねー。これは何がおすすめなんですか。これねなんか、うん、あのすごい計算されて作られてるテーパードパンツなんですけど、うん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 、なんかねどんな方でも結構、うん、足が細く長く見える、うん、そんなテーパードパンツとして作られてるみたいなんだけど、めちゃくちゃ売れてるみたいなんですよ。確かに形すげえ綺麗そうだな。そう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 、なんかねいろんなところに、割とディティールがねこだわってるんだけど、ほうほう、私的には、はい、定番のこのね、うん、ブラック、うん、これもめちゃくちゃいいんだけど、うん、春のねカラーとして、うん、これがすごいおすすめです。うーん、そう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 。あ、素材感もすごい、うん、ウール見えするけどこれ化繊かな、化繊ですよね。これそうですね、洗える、うん、洗える感じですよね多分ね。そうそうそう、これポリとなんかレーヨンがちょっと入ってるから割とあの、まあ、リラックスした感じで履けるんですけど、何がいいかって、うん、もうねシワになりづらいっていうところがまずはいいなってところですね。これ私、うん、さっき履いたんだけどめちゃくちゃ綺麗、とにかくめちゃくちゃ綺麗で、結構細身だけどウエスト周りとかお尻周りはそんなに、うん、あの細くはないんですよね。そうなんですよ、ちょいゆったりぐらいかな。そうそうそう、うん、あの後ろはねゴムになっててめちゃくちゃ履きやすいんだけど、うん、フロントはめっちゃあのすっきりとしたシルエット、なるほど、そうになってるのも、まあ、いいですよね。ゴムのシャーリングも後ろだけですね。あ、そうなのそうなの、うんうんうん、後ろだけっていうのもね大事だと思うんですけ ど、なんかベルトとかしたいじゃないですか。したいしたい、そうしたい、だけどフロントはすっきり見せたいとかさ、あーなるほどね、あると思うんですけど、これねめちゃくちゃいいのが後ろゴムなんだけど、うん、これベルトループがちゃんとついてるところなんですよ。ループもついてて、ループもついてるから、なるほどね、なんか後ろがずれるじゃないですか。ずれますよね、ずれるよ。そうそうそう、ずれるよ、ずれる、女の子ずれるよね後ろね。そうだからねこれずれもしづらくってしづらくて良いかなってところですね。でもこれ色味すごく良くないですか。なんかこう凄まじい色展開ありませんこれ、うん、あ、そうそうそう、12色なんと12色のクレパス。クレパス、あ、ごめんなさい、長渕の歌だ、ごめんなさい。そう12色あって、で私はね結構ピンクとかあとはね、まあ、ピンクももちろん、ね、はい、おすすめなんですけど、うん、あとねグリーン、あーいいですね、そう春のねトレンドとしてグリーン上がってるから、こういったグリーンなんだけど結構割と落ち着いたグリーンなので、うん、まあ、定番とかしても、まあ、使いやすいし、オフィスなんかでもね、うん、そうですね使いやすい色かなと思います。先生、はい、僕ちょっとあの、うん、教えたいんですけど、何ですか、ちょっと皆さんに。あのね、あの物を選ぶときは色展開多いものを選べの法則、今ねドドンって出てると思うけど、来ました、色展開こんなに作って、うん、12色でしょ、12色作ってるってことは作り手側もめっちゃ自信持ってるし、実際超売れてるってことなんですよね。うんうんうん、まあ、実際すごい売れてるみたいですね。カラバリ売れないものって作んないじゃないですか、うん、2色とかしか作んないからリスク出ちゃうから、12色も作ってるってことは相当自信があるってことですよね。ねえ、そうですよね。だから定番の黒とかあとオフ白なんかもあるんですけど、はいはいはい、そうそう、お城いいですね。そう、なんかせっかくだったらこれね値段も3900円、うん、安っ、めちゃくちゃ安っ、安っ、そうなんですよ、この素材感で3900円、どうやって作ってんの。そうなんですよ、安っ。だからねこれねフロントがねこれね2タック入ってんですよ。そうですね、だからお腹周りもすごいすっきりして見えるのもいいし、 あとねこれねバックスタイルがさやっぱさ、うん、パンツって大事じゃないですか、バックスタイルがね、そう、うん、でねこれねポケットが、うん、実はついてるんですよ、うん、
ポケットついてるんだけど、これ本ちゃんじゃないんですよ。本ちゃんじゃない。本ちゃんじゃないですよ。本ちゃんじゃない。実はポケットがこうシームだけになってるの。あ、フェイクってこと。そう。フェイクの、あのポケットになっていて、でもポケットがまああると、まあ、で結構なんだろうな、後ろ姿がスッキリとして見えるじゃないですか。うんうん、見栄えがいいですよね。うん、そうそうそう。なので結構このついてるかついてないかっていうのもね、結構変わってくると思うんで。いや結構ね、うん、ポケットの裏地ってあの膨れちゃうんですよね。そう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 。ついてるとさ、なんか何かと入れちゃうじゃないですか。そうなんですよ。特に僕らメンズは、うん、あのぶっちゃけヒップのシルエットってそんなに気にならないんだけど、うん、女性は結構あれじゃないですか、シビアじゃないですか。そうそうそう、そうなんですよ。その時にポケットでも、ポケットがないとバックスタイルは寂しくてかっこ悪くなっちゃうから、うん、フェイクでつけておいて、うん、裏の布で膨れないようにってことですよね。うん、そうですね、そうですね。なるほど。そうだからバックスタイルもすごい綺麗に見えるし、うん、そうなんか結構丈感も、まあ、私今160センチなんですけど、160センチでもあの丈詰めしないでもいけるぐらい。なので、まあ、どちらかといったら背が高い方というよりは、うん、ちょっとあのミニーさんだったりとか、うん、160センチ台の方にはすごくちょうどいいかなっていう、ね、なるほどね、丈感ですかね。いいですね、うん、でもねこの色が本当に絶妙でいい。なんか明るすぎるとなんかどうしてもねオフィスなんかとかでは、まあ、ちょっと履きづらかったりとか、なるほど、ちょっと目立っちゃうかなって気になる方でも結構取り入れやすいんじゃないかなと。え、あっこさん的にはどの色が一番いいですか、うん、マストですか。え、私ピンク。結構攻めますね。あ、でも今日も今日ちょっと見えてるかな。あ、見えてるか、うん、今日もピンクですね。そう履いてるんですけど。え、じゃあこれ普通に黒のトップスとか合わせていいんですか。うん、黒とかでもいいですし、うん、なんかベージュでもネイビーでも。なるほどね、合わせやすいので。わかりました。落ち着いたからなんですごいいいと思います。おすすめでございます。はい、ありがとうございます。レディース一つ目というわけで、うん、メンズ二つ目のおすすめはですね、このミリタリージャケット。これね、あの、うん、この間あれなんですよ、実は、僕のテレビ番組 MB の俺のドライチっていう番組やってるんですけど、はいはい、そこでグローバルワークさんたまたまロケに行かさせてもらった時に、うん、何これ超かっこいいと思って見つけたんですけど、僕ねこれ普通にあの結構僕ちょっとね今回ね考えてねおすすめしてるんですけど、うん、何その顔どう考えておすすめしてるんですけど、はい、今日僕こうやってスーツ着てるじゃないですか。すオンスタイルじゃないですか、うんうん、まあニットタイでちょっとカジュアルだけど、うんうんうん、オンスタイルじゃないですか。でこれちょっとこうもうお家帰ってすぐデート行きたいなって時に、うん、これそのままこうジャケット変えてこれだけで。嘘でしょ。いい反応するな本当。いやそう本当これねそんな感じ。あのなんかこうスラックスとかと、うん、スラックスに近いような素材感なんですよ、うん、そうだからスラックスとかと合わせて。そうなんです。そうそうそう、ちょっとセットアップ感あるんだけど、うん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 、でもポケットいっぱいあってミリタリーデザインだから、うん、決めすぎないっていうところで。確かにちょっと薄手ですね。薄手で結構カジュアルすぎない。そうだからスラックスに合わせればちょっとデートスタイル、ミリタリーだけどデートスタイルも使えるし、デニムとかに合わせても、ウールっぽい見え方のする素材なので崩しすぎにならないっていうところで、結構ねオンでもオフでもどんな着こなしでも使えるいい素材といいデザインだと思います。実際着てみましょうか。見たい。イエス。本当だ。ほらなんかちょっと UK っぽい感じの。あ、本当だ、ね、ちょっとイケてる。ジャケット変えただけだけど全然雰囲気変わりますね。そう、これだったらなんかさ、うん、ミリタリーでもレストランデートとかあったら全然使えるでしょ。いけちゃう。でなおかつ仕事着感も全然ないし。そうですね。そう、おすすめです。本当だ。そうで、これデニムとかに合わせても全然いい。もちろんこれ別に、ね、タイスタイル、うん、タイドアップのスタイルじゃなくて、うん、なんか T シャツとかで合わせても全然いいんですけど、まあ、むしろそっちの方がいいかもしれないけど、ただまあパッとこう変えて家で一発アウターだけ変えて出てくるみたいな感じ、うん、もしくはこれシワにならないですよね、ほとんど。ならなそう。多分シワにならないと思うんで、くしゃくしゃっとしてカバンの中に入れてって、でジャケットもシワにならないから、でカバンの中に入れといて、ね、そうアフターファイブって言い方今しないのかな。アフターファイブ言うじゃないですか。昭和っぽい感じだけど、うん、アフターファイブになって、そう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 、アフターファイブではこう着替えて、はいはい、これでデート行くと。いや、ウール見えする素材感って本当にいいなと思って。え、これレディースもいけそうじゃない。あ、いけそういけそういけそう。白着てみよう。白とかいいよね。いいね。あ、かわいいかわいい。これ兼用でもじゃあいけちゃいますね。あ、彼氏彼女とね。あ、いい、ね、そういうことそういうこと。本当だ、すごい。あ、これレディース着てもいいですよ。いいですよね。なんかちょっとさ、あの、うん、ほんわか香るハイブランド感があると思うんですよ。本当だ。で、これなんか全然安っぽくないでしょ。安っぽくない。これグローバルワークさんね、もうちょっとこれ打ち出した方がいいと思う。なんかね、僕これ見つけてなかったから、結構オンラインサイト見てるつもりなんだけど。そうなんですね。あ、こんなんあったんだ。めっちゃかっこいいなと思って。あ、でも結構これ見落としがちかも。いや、これね、結構ね。言われないとわかんないですね。結構実はマニアックな人が作ってんじゃないかって。グローバルワークのタグもこれいつもと違いません？あ、そう。違いますよね。へー。そうですよね。ミリタリーのデザインをちょっと模して、多分この服のためだけに作ってんのかわかんないけど、
わざわざね、ちょっとミリタリーの、まあ、あの M65 とか M51 とかって、うん、まあ、こういうミリタリータグになってるけど、ミリタリータグを模してここまで作り込んでるから、すげえいいと思う。なんか脱いだ時もいいですね、ちょっとタグがちらっと見えてね。そうですよ、タグがちらっと見えてね、というところでございます。いい感じです。はい、欲しくなった。すごいでしょ。また欲しくなった。さあ、レディース2つ目、はい、うわ、それめっちゃ可愛いわ。可愛いでしょ。可愛い。まずもうね、首からかけちゃった、これ可愛い、はい、僕ね、オーバーオールとか、うん、つなぎとかサロペとかなんかね、それ系着てる女の子に死ぬほど弱いんですよ。これいいですよ、じゃあモテ、めちゃめちゃいい、ね、これおすすめポイントはどこですか。はい、これね、はい、アイテムがねカラージャンスカーです。何カラージャンスカ、うん、カラージャンスカ、ジャンスカ、ジャンスカです。ジャンスカね、はい、これめちゃくちゃいいと思った。ジャンスカ、あれスカートなの、これ、これスカートなの、スカートバージョン、スカートなんだ、ジャンスカなんだ、はい、でこれが5500円、なんと5500円だ。5500円、いや本当にこれびっくりなんですけど。マジでしょ。5500円でこれ作れんの。5500円じゃないよね、これ確実に1万円で見えるんだけ どまずは、まあ、この、ね、形がすごい大人っぽくていいなと思いました。あー本当だ、うん、ジャンスカ、なんかこの手のジャンスカってなんかもうちょっとゆったりしたものが多くないですか、うん、あそうなの、なんかジャンスカって一歩間違うと割とほっこり系のね、ほっこり系ですよね、そうそう、アイテムに見えちゃいがちなんだけど、これはねすごいシャープに大人っぽく切れるデザインが、のそうもう、ね、全体的に組み込まれてて、なんか丈の長さとかってやっぱすごい大事で、うんうんうん、そう結構丈の長さも私160でマキシぐらいあるんですよ、意外と。確かに、うん、でやっぱこれ長ければ長いほどやっぱ大人っぽく結構シャープに見えるんですけど、うん、ジャンスカって、うん、だからそういった割と細身ラインでしっかり丈もあるってところ、うん、これも大人が結構着やすいかなっていうところですね。なるほど、うん、あとねこれジャンスカって、うん、これ、ね、肩紐のね、あ細さですごい印象変わるじゃないですか。超わかる、太いとなんか急になんかポヨーンってなりますよね。ポヨーンってなっちゃう、ね、でスターとか取ってテンテンテンテレンテンテレンテンみたいな感じのあのキャラクターになりますよね。そうなんですよ、はい、あとねやっぱねジャンスカだとねちょっとエプロンっぽく見えちゃうの。あー、あ、ね、なるほど、そっかそっか、そうだからちょっとまあおかんみたいな感じ、はい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 、でこれ細身なので、そうですね、ストラップかなり華奢で、そうなんですよ、で細身だから、うん、そんなにこうなんかエプロンっぽさも、うん、マリオっぽさも言っちゃったマリオっぽさもないと着れるってとこがすごいいいなと思いました。すごいジャンスカ、うん、でこれねカラーペンが3色かなだと思うんですけど、黒白インディゴかな、そう、はい、この3色あるんだけど私、はい、断然このブラック、そうですね、ブラック、僕もブラックが一番好きですね。そういい、結構なんかまあブルーだとね割と定番で持ってる方もいるかなと思うので、私的にはまあ今年もすごいこのブラックデニムねトレンドでもあるので、そうですね、そう、しかもこの辺ってね、うん、ジャンプスーツとかジャンスカとかって結構トレンドですよね、うん、トレンドですね、アイテム的にもね、そう、私まあ楽だしなんかフリーサイズなのでなんかこう、まあ、この肩紐もここでね調整ができたりとかして、なるほど、でバッククロスで結構華奢なちょっと体型に見やすいからね、いいんじゃないかと思うよ。しかし安いな、大丈夫なのか、ね、これはすごいね、これ欲しいです本当に本気で欲しい。はい、アーバンキャリートートバッグですね。アーバンキャリートートバッグは僕これ去年も MV チャンネルで紹介してるんですよ。あ、そうなんですね。はい、めちゃめちゃいいですこれ。で今回ちょっと考えてちゃんと3つ選ばせていただいてるんですけど、はい、まずスーツじゃないですか、うん、でオフスタイルでこの上にあのミリタリーのあのジャケットを着てもらうと、うん、でなおかつバッグはアーバンキャリーを使うと、これね、はい、この3点そうそう完成なんですよ、完成。この3点ってあの本当にいい意味で、ほんごめんなさいグローバル の前で言うのもなんだけど本当にいい意味でグローバルっぽくないです。マジで5倍ぐらいのブランド品に見えます、すごい。でこのバッグもね去年も同じようなこと言ったんだけど、これね合皮なんだけど全然合皮感ないから、まあ、確かに、そうやっぱ軽くていいですね。そう軽くて、そうそう、うん、素晴らしい、そうなんですよ、うん、軽いんですよこれ、去年よりも軽くなってません？そう、去年よりも軽くなってるんですよ。よくわかりますね。いや、すごいね。どっかで聞いて、それをね、どっかで聞いたんだけど。そう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 。で、あのレザー、そう、レザーのこういうバッグって、どうしてもやっぱり高いのはすごい雰囲気いいんですけど、はい、うん、メンズってレザーうるさいやつがやっぱりいるんですよ。はい、うん、いや、なんかやっぱ安いレザー使ってとかって言ってくる人が、だって社内とかコミュニティの中に一人ぐらいはいるんですよ。社内にいちゃう。そう、いるんですよ。だからね、レザーはね、男性気抜けないんだけど、うん、でも、ちゃんとしたレザーのバッグを買おうとすると、10万は確保しなきゃいけないんですよ。で合皮にとりあえず逃げるんだけど、合皮でもなかなかいい素材感ってないんですね。そうですね、もっと5万以上出さないとなんかね、そうそう、うん、でこれいくらよって話なんですよ。いくらですか、これいくらでしたっけ、気になる、嘘
嘘でしょ、日給ですよ日給、え2万9000じゃなくて2900。嘘でしょ。そうで、まあもちろん合否なんだけど、でもいいじゃないですか。え全然、ね、そう見えない2900円、見えない本当に。だから僕よく言ってるんだけど、メンズは結局最終的にいいバッグ多分買うと思うんですよ。洋服好きだったら多分10年20年の洋服好きな間の中で必ず10万とか20万のバッグどっかで買うタイミング来るはずなんですよ、我慢できなくなって。ただいきなり10万20万のバッグ買えって言ってもみんな無理だから、そんなの、うん、だからとりあえずこれで、これだったら本当に高見えするんで、これで頑張って使ってボロボロになるまで使って、その間にお金を貯めていいの買えばいいんじゃないって。そこまでそのストーリーまで、そう僕ね本当にそう思ってるの。バッグはねいいの、そうバッグはいいの買った方が絶対いいと思うの男性は、うんうんうん、あの男性のバッグって腐らないから、あの全然トレンドもそんなにないから全然いいんですけど、ただやっぱり高いのはなかなか難しいっていうところで、ここをですねグローバルさんには申し訳ないけど踏み台にしていただいてそうっていうところが、いやでも本当に その意味で超存在価値あるアイテムだと思う。で、そうレザーだけじゃなくて今回はキャンバスもあるのね今年は、あ去年はなかったんですか。去年なかった、去年なかったですよね。そうキャンバス今年結構多いから、うんうん、そうキャンとレザーのトートもいいんだけど、うん、春夏だからちょっと明るめがいいなっていう人はキャンバス選んでもいいし、僕も結構 ねこのキャンバス気に入ってるんですけれども、白と黒のコンビってなんだかんだに使いやすいですもんね。使いやすいです、ね、使いやすい。サイズ感も結構しっかりしてるし、で中もねメッシュがついてるだったりとか、ポケットがついてる、そう本当にねスマホが入るようになんだりなんだりかんだりみたいな、よう考えられてるんですよ細かくちゃんとね PC もちゃんと入るもんね、ちゃんと入るし、ね、ペットボトルホルダーとかがあったりね。そう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 、あるんですよ。すごいですね、こういうのねちゃんと考えてるから、そうそうそう機能面はね、うん、本当に文句ないので、ぜひこれね最後の一つ、そのスーツと、ミリタリージャケット、オンとオフ揃って最後小物というところで、こちらのアーバンキャリートートバッグもぜひチェックいただきたいというところで、メンズはここで締め。さあというわけで最後、レディースの最後のおすすめの商品3つ目なんですけど、どちらになるでしょうか。はい、ヤワコットンシャツでーす。ヤワコットンシャツ山本がヤワコットンをおすすめするのね。いや、そうです、yes. そうです、yes. まあ、柔らか素材のシャツってことですね。おお、ほんとだ、柔らかい。そう、全体的にね、すごい、レヨン素材のシャツだったりとか、うん、まあ、レヨンが入ってたりとか、うん、セルロースが入ってるシャツだったりとか。セルロースね、再生繊維、なるほど。そう、結構ね、柔らかく、コットン100だと結構パリッとしたね、そうですね、なんか素材感だと思うんですけど、うん、なんかレヨンが入ってたりとか、ちょっと柔らかい素材の、そう、あの風合いのね、シャツがすごいめっちゃ着てそう、アッコさん、このストライプのシャツ大好き。これは着てるね。そうだからね、私ね、グローブラークさんのやつ、この色合い好きなんですよね、うん、なんかさっきのパンツも絶妙じゃないですか、うん、絶妙。そう、なんか派手すぎず浮きすぎずで、うん、ちょうどいいよねと思ってるんですけど、確かにこのねシャツも、このねレヨンのシャツなんか、これブルーなんですけど、うん、なんかパープルがかった綺麗なこのスタンドから、ちょっと薄いブルーみたいな、パープルみたいなね。そうなんですよ、色味が絶妙ですね。ですごい上品だから、うん、もちろんカジュアルにもいいけど、うん、ちょっとまああのエレガンスにも着れるかなと思ってて、あとこのピンクなんかもすごい綺麗なんですよ、うん、なんかね、うん、結構そんなに派手すぎないピンクで、うん、まああの肌なじみもいいピンクっていうとこで、ちょっとこれあれなんかそれぞれデザイン違うんですか。違う、あ、ごめん、レギュラーとノーカラーと、うん、レギュラーとこれノーカラーでしょ。あ、そう、種類があるの。これはこれも同じシリーズ、あの種類なんですか。全部ね、あのシリーズは違うんですけど、うん、まあ、全体的にちょっと柔らかい素材感っていうのがね、いいなと思ってて、なるほどなるほど。これなんかシャツ系をね押したいなと思ってるんですよね。うん、であとはこういった割と今年こういったフリルブラウス、ちょっとビッグカラーのねやつとか、あ、そうですね、ちょっとカラー大きめですね、うん、そう、ロマンティックブラウスとかも今年多いと思うんですけど、待って、ロマンティックブラウスって言うんですか。まあ、ビッグカラーのシャツとかね、ロマンティックブラウス、そうなんだ、もう多いと思うんだけど、これも3900円、安っ。そう、サラサラリラックスフリルブラウス、いいっすね、いいっすね。でもアッコさん、うん、ストライプですよね多分。バレました、バレました。あ、でもね、これはやっぱり定番でいいですよね。なるほど、このスキッパー型、そうですね、うん、あ、スキッパーなんだ、使いやすいですね。そうそうそう、これとかもすごいシワになりづらくて、本当になんか着痩せして見えるんじゃないかなと思うので、うん、結構こういったまあ柔らかい素材の、うん、なんかシャツとかブラウスっていうのが、はい、3つ目のおすすめアイテムでございます。了解しました。はい、というわけで、うん、グローバルワークのメンズレディースのおすすめ、3つずつ紹介させていただいたんですけれども、やっぱすごいね、すごいね、安い、いや、びっくり、びっくりだわ、びっくりだわ、本当に。グローバルさんってね、結構紹介したアイテムがシーズンで必ず出てくるから。なるほど、そう、あ、めっちゃもう手叩いてますよ、もうカメラの向こう側でもう手叩いてお辞儀してますよ。いや、本当にね、いいブランドだと思う。いや、わかる、わかる、わかる、まあ、なんかトータルで揃えますしね。そうでね、商品開発の話とか結構聞くんですけど、うんうんうん、やっぱり、ね、細か
いこと考えてめちゃめちゃ追求してやってるから、値段の割に本当にクオリティ半端ないんで、ぜひね一回、特にメンズは僕はねスーツ一回それ通してくださいっていうのを言っておきたい。いや欲しくなった。レディースはねパンツ、うん、レディースパンツ、パンツとかね、まあ、シャツもそうだし、うん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 、ジャンスカもおすすめです。ジャンスカもそうですね、おすすめでございます。さあ、はい、というわけで後半はですね、何をするかというと、うん、コーディネート、じゃせっかくなんで、まあ、紹介してるアイテム紹介してるだけじゃなくてコーディネートも見せてくれと。じゃ僕とアッコさんのコーディネートを実際じゃあ次見てもらうということで後編に続こうと思います。概要欄の方からなぜおしゃチャンネル後編の方に続きますので、ぜひチェックしてみてください。はい、MB チャンネル今日はここまで、私毎週日曜日メルマガ配信しております。メルマガの中では YouTube では言えないような危険な内容などのものやっておりますので、ぜひ興味があれば概要欄の方からチェックしてみてください。またお会いしましょう。エミでした。バイバイ。後編に続く。バイバイ。ちょっと兄貴に似てきた。